んは。彼の暗殺者の装備が手に入ったので、着てみますね。これ、他の部位のコーディネートが難しいですよね。古騎士装備を合わせてます。それでは、ロザベナさんを助けてきます。いつまでも石じゃ、かわいそうですし。そして主要の森方面に行きますね。この高画質版は結構あちこち飛び回ってます。アイテム回収のために他地方に行ったりするので、あらかじめご了承くださいね。威力進行が低いので冷たいです。まあこの人は相変わらずと。少し亡者が増えたかな。当たらん。やれやれ、相変わらず地面を攻撃するのは大変。この穴の開いた板って多分お墓だよね。何あいつ？誰か来るまで、そこで頑張るつもり？ちょっと、かわいそうだったかな。うん？なんか、コリジョンのバグが増えた気がするんですが、あんな風に、段差で引っかかることが、稀によくあります。新しく待ち伏せしてたのに、悪いね。やっぱりここも、10番より敵が減ってる印象ですねー。こいつは健在か。この高画質版の金属光沢だと、刀とか特にかっこいいね。鞘がないのが、何気に不満ですけどね。侍さんだか、ちゃんと歯を上に下げてるので、お、さすが、と思います。浪人はともかく、同心が日本雑誌と思うのが、違和感ありますが、時代劇にはうるさいんです。すいません。なので、FF11 の、歯を下にして鞘なしむき身で下げる刀が、とても嫌でした。
ここは反対側からでしたっけか。はいはい、待ち伏せあるのね。ここの待ち伏せは吸盤と大差ないね。ここにも放置されたのか。基本的に虫は嫌いです。攻撃できないからね。うん、ここにいたやつがさっきのかな。こいつだね。ここも一応チェックしようか。いつもはスルーするんですけどね。事故率高い割に大したアイテムじゃないから。アップな、落ちるとこだった。そしてほら、大したアイテムじゃないじゃん。ちなみにさっきのは2回目、1回失敗しましたよ。呼び出して悪いね。この最弱もおじゃって、1に比べると、相当弱くなったね。1のこいつの松明は、剣より強かったからねー。またあんなとこで頑張ってるよ。小学生のいたずらか。あ、逃げた。なんかちょっと可愛いかも。ここはあんまり変化ないんだね。
認証でバージョンでき時間が違うので、低敏章で例の動画の戦い方すると、やられると思います。もしやるなら、敏章110は最低でも確保してくださいね。あとね、高画質版の違いで気づいたことなんですけど、この GOF、ピントが合ってないところはぼかす機能ですが、9番よりかなり細かく、綺麗になってると思います。ゲド里の DOF にだいぶ近い印象ですね。いい感じです。山賊がだいぶ減ったよね、ここ。こいつが噂のターミネーター闇霊ですか。やっと現れたね。看板キャラなんだから、サブ活動的なんだろうね。あらま、逆にやられちゃった。人間相手ならエスパは飲まないけど、NPC には遠慮しないよ。手持ちは、確かパリーできたよね。勘違いしてパリー封印しちゃってましたよ。こいつも相変わらずですね。どこ行くのよ。まあほっとこ。おや、サインがあるね。この人も新しい白霊キャラですねー。よろしくお願いします。なんで遠眼鏡出した?そうそう、9番が発売されて、すぐの頃の話なんですけどね。マックダフの鍛冶屋で買い物してたら、闇霊侵入されたんですが、
来たのが、古語りな来た人だったんですよ。その時は、例のレベル5のキャラで、砂魔女来てたんですが、突然遠眼鏡取り出して、攻撃しないでずっとこっち見てるんですね。いつまでも攻撃してこないので、しょうがないのでこっちから切りかかったんですが、結局死ぬまで、遠眼鏡で見てました。面白い方もいますよね。試合してた時も、擬態して、ぐるぐる回るだけの人がいて、私も付き合って擬態して、二人で追っかけっこして遊んだりしたんですが、10分くらいかな?いつまでも終わらないので、命乞いして、戦ってもらったことがあります。次にその人に会ったら、今度は試合場中に、七色石置いて歩いてましたよ。侵入とか試合とか言っても、そういう楽しい人に会うと嬉しいですね。私、試合では、あの闇霊と同じ赤い姿が嫌いなので、常に生指輪で、生身の姿にしてるんですが、私が生身だと、相手も生身に変えて戦ったりしてくれますね。そういう人って、腕もすごい上手くて、かっこいいんですよねー。ワッツタブ攻撃を取り取られた時は、それも驚きました。さて、めっちゃ雑談しててすいません。橋がやっと降りましたよ。クレイトンさん、白骨化しちゃった?そろそろ余裕が出てきたので、どんどん使いますわ。人間性。だから、なんで遠眼鏡持ってるのよ。なんで戦闘終わったら遠眼鏡なのよ。今気づいたけど、フェアリックじゃん。なんか、めっちゃいいよ。ふむ、上に鍵があるってこと?なんか毒の粉降ってるね。
上ってことは、つまりここだよね。ここに引っ越したのか。この闇霊。闇霊は基本ブンブン回るから、バリーしやすいよね。さっき使った分、これで元取れた。あれ？ゲーム中最も難しいトカゲがいないね。鍵はあの闇霊が、警備担当になったんだね。あそこ飛んでも、別に何もないよね。じゃあクレイトンさんを解放してこようか。横に骨を置いたのは何の嫌がらせ？さて、ちょっとストレイドを元に戻しますね。おそらく喪失者の装備は、こいつが売ると思うんですよ。根拠は、空の指輪もこいつが売ってるから。新しいアイテムは、こいつに押し付けられてると思ったんですよね。ほら、あった。フードだけってことは、倒すごとに追加されるんでしょうね。性能はなかなかいいですね、これ。頭隠れる装備は、後ろから見ててつまんないので、あまり使わないとは思いますが。まあ、今は着ておきましょう。せっかくの新アイテムですし。お金はここに移動してますね。まさかのクレイトン氏、白レイデビュー。そのクレイトン氏と一緒に、不死形状に行きますね。4日のプラス2が欲しいんですよ。ぶら下がるの、流行ってるの？
そこのブレソ持ち赤モブは、相変わらずいるね。外見の奥持ちは、パリーできないんだよねー。では、白霊二人連れて、チャリオット倒して終わりますね。今回は望郷は使いません。望郷持ってたら、もちろん使った方が楽ですよ。ここは骨は完全に抜けて、治療術師を先に倒せます。熱に満ちて再戦する必要がありますが、基本的に同じ戦いなので、そこはカットしますね。それでは続きは次回です。ご視聴ありがとうございました。